高岡目線。軍事的な行動が終わったので、一旦落着かと思いますと、頭痛の種は、まあ、プーチン大統領ご本人にもそうですし、周りの国々にもどんどん何か影響が広がっているように思われます。昨日から今日にかけての新しい動きからまずご紹介をしつつですね、このいろんなところに飛び火している頭痛の種を今日は紐解いてまいります。じゃあまずその新しい動きからいきましょう。2つ、はい、プリゴジン氏本人の音声が出てまいりました。それから、今回の騒動が始まってから初めてプーチン大統領は映像付きです、メッセージが出てきました。まずプリゴジン氏の方から見ていきますが、政権転覆を狙ったわけではないとか、かなり、まあ、悪気はなかったというような言い方に終始してますけども、本人かどうかなんですよ。で、この音声だけというのがですね、一昔前なら、まあ、本人でしょうということになるわけですが、今の時代はですね、これあのロシアぐらいの国ならもうとっくにありますね、生成 AI があります。で、生成 AI の場合はですね、これまだあの進化し続けている技術なんですが、やはり声は一番作りやすいんです。私あの先日ちょっとそういう会社見せてもらいましたけど、例えばインタビューを受けているものを学習させて、まあ、5分でできます、はい。そういうようなその本人の声を生成 AI は学習しますので、うん、今までのようにこれはあの本人の声じゃないんだということの見分けをつけるのにかなり時間がかかるということがありますので、うん、まあ、一応本人の声かと思って、見たいんですが、世界は待ってられないので、ある国の、報道ぶり、あるいは政府の発表を見ています。それは、ね、実は英国なんですね。でイギリスはですね、あの世界中にやっぱりスパイ映画があるぐらいの国ですから、あの今でも諜報機関をたくさん持ってますし、それからそのウクライナの戦争に関してはほぼ予想を当ててるんですね。でイギリス政府もしくはイギリスでもあの大手の BBC とかロイターとか世界的なメディアの方はですね、必ずこういう情報を一旦報道するときに独自で検証はできてませんがという正し書きをつけるんです。こういう話がありますけれども本物かどうかわからないということは、裏返せば我が国もそうですけれども、世界中でこれを見てる人たちはイギリスのそのニュース原稿あるいは政府の発表からこの言葉が消えたら、あ、確信を持ったんですねということで、実は今回の音声については最初から英国の報道政府の発表はこれがないですということは本人だろうということなわけですね。そしてプーチン大統領ですけれども、言い方がガラッと変わりました。裏切りをまた言いました。で、首謀者ということをわざわざ言ってますので、もうこれはプリゴジン氏以外の選択がないわけです。国を裏切ったと言ってます。私を裏切ったんじゃなくて国を裏切ったと言っているということはもう絶対に許さないということなんですが、さあ問題はですね、その下に書いてありますが、残った自称2万5000人はいるとプリゴジンさんが言うそのワグネルの実際の兵隊さんたちですが、その行き先がですね、プーチン大統領は望む人はベラルーシに行けるし、ロシアに契約として残ることができると言ってますが、はい、次の地図をご覧いただくと、ちょっとこれね、ただならぬ話です。でロシアからもこの情報来てますが、あのプーチン大統領の提案はあのロシア軍に入るという契約してもいいよと言ってますが、これはね拒否されるのが分かった提案です。というのは、ワグネルのこの戦闘員たちというのは高い給料で今まで戦場に行ってたわけですね。当然ロシアの他の兵隊たちと同じ給料に下げられて、しかも刑務所から出てきた人もたくさんいるわけです。ロシアのその厳しい軍の規律に戻るかって言ったら絶対拒否することが分かってて入ってるわけですね。でもう一つの選択肢、ベラルーシに行くんだったらいいよと、手のいいロシアには入れないけどお前ら出て行けということなんですが、さあその居場所です。でこれロシアからの報道ですと、ワグネルの戦闘員を収容する施設、まあ手のいいベラルーシの中のワグネル基地です。でそれをこのウクライナと国境近くにどうも作ってるらしいという話が出てまいりました。そうすると穏やかじゃないのは、はい、ここです。ウクライナです、うん、ウクライナは、まあ、今回の反乱、最初ゼレンスキー大統領は歓迎するような声明当然出しましたけれども、これ今後ですね、例えばベラルーシは大きな取引材料を手に入れたわけです。ワグネルというもう実戦経験豊富な、ある意味一番残虐な部隊をそのままもらったわけですね、うん、でこのまましばらくプーチン大統領との交渉材料で置いててもいいですが、ロシアは今この南側をウクライナに攻められて困ってるわけです。そうするとキーウにとっても近いですね、この国境ね、うん、そこでこのゼレンスキー大統領が一番警戒をするのは、新たにもう一度キーウを攻撃すると、うん、これもロシアの正規軍が去年失敗しましたけれども、残虐な部隊をしかもベラルーシに預けて、うん、そしてやらせると
という脅しもあるのではないかということで大変ウクライナは心配をしております。これね、一時反乱をしたワグネルがまたロシアの言うことを聞くってことはあるんですか？直接的にロシアが命令する形は取らないと思います。つまりベラルーシにいる、つまりベラルーシを通じて指示をするわけですが、当然、お給料の問題が出てきますので、ロシアでは非合法です。ところがベラルーシでは合法になるんです。ですからお金がどこから出てくるとお金に書いてありませんから、当然ロシア側からスポンサーとしてお金が回って、それを受け取ってベラルーシは自分たちが支持をするわけではないけど、ワグネルという団体は残っているわけですから、しかもこの今回ね、反乱をした首謀者が残っているわけですから、その人間に勝手にやらせたといえばいいわけです。もう一つのですね、プーチン大統領にとっての新たな頭痛の種が、インドがですね、ロシア離れの旅を今回の騒動の前から続けております。まずじゃあこの映像からご覧いただきましょうか。アメリカです。でアメリカのホワイトハウスの前の映像ですが、バイデン大統領ご夫妻で、このインドのモディ首相を国賓としてお迎えをしております。大変たくさんの人がいらっしゃいますが、はい、アメリカのメディアはちゃんと歓迎してくれるわけですね。7000人でお迎えです。でしかもですね、インドは大変な貢献をアメリカにしておりまして、 Google とか Apple とかアメリカを支えているような IT 企業のトップクラスの人で、皆さんインドの方なんですね。でそういった方々に動員をかけて、もう最大限のおもてなしをこれ先週ですがやったわけです。でそうするとですね、ここで何を約束したか、はい、こちらです。アメリカはですね、これはもう破格です。インドでアメリカ軍の大型の空母のようなものを修理をさせてくださいと、おいいですよという契約を結んだ。そしてアメリカの戦闘機のノウハウを少し渡して、戦闘機のエンジン部分だけですが、アメリカと共同開発してインドで作りましょう。それをインドが自分のところで作った自前の戦闘機に乗せて海外に輸出したりすることも視野にということになってて、これ米国からするとですね、アメリカの国家機密を見せてあげるんです。で海外でアメリカ軍の船を直すなんてのは一番やってたのは日本ぐらいなもんです。絶対普通は外にやらせない。しかしそれを言うというのは実はロシア離れの一環で、インドはですね、兵器のほとんどをロシアから買ってる、だからウクライナの仲介もできないしロシアを非難できないと言われてきたんですけども、実はね、ロシアからの部品が来ません。というのはロシアから戦闘機や戦車を買ってるわけですが、主力のその兵器はロシア自身がウクライナで使っちゃって、インドに回すような弾だとか部品がないんです。だからアメリカにちょっと乗り換えましょうかというような戦略がまず根本にあり、しかも非常にアメリカの高いお金のかかった技術を使って安い武器を作るとですね、インドは今後ビジネスチャンスが、先ほど名前が出てきたアフリカの国々なんかは安い武器が欲しいんです。商売敵でヒヤヒヤしているのが中国です。中国も実はインドと兵器の安売り競争でアフリカで競合しているんですね。買う国は安い兵器が欲しい、アメリカのは高い、でもインドと中国は自前の兵器を作る、でもロシアからの部品心配しなくていいですよとなると、安くてバックにアメリカがいるインドの方が売れるわけです。ただね、インドのこと感心してらんないのは、今年の秋から冬のお食事の楽しみにまた影響が出てくるのがモディさんの次の行き先、はい、こちらです。アメリカの帰りにですね、ピラミッド映ってますがエジプトに行ってるんですね。でエジプトに行って何の話をしたかというと、モディさんは食料の話をしてます。でこちら見ていただくとですね、エジプトはウクライナの戦争で一番被害を被ったと言われてます。エジプトの方々も小麦が主食の材料の一つなんですが、その影響を受けてるインドと、こっちも人口多いですからね、インドとエジプトが肥料だとか食料で手を握ったかもと言われているわけです。そうすると食料に関して もうロシアから別にもう輸出してもらわなくて結構、肥料 もうロシア頼まないというような流れになってきますとですね、これどんどんその食料の物価というのは世界的には安定しなくなるわけです。さあそれでもこの人は黙って、舌を噛んでる人ではありませんので、そうしますと次の焦点は7月の17日ということになります。で7月の17日にではですね、思い出してください、1年前にもうロシアとウクライナから小麦が行かないと、海外に輸出できないと、海を使って、そこでトルコが間に入って暫定の協定を結んだんですね。この貨物船は襲いませんと、攻撃しませんと、その1年間の約束が来月17日に切れます。
すでにロシアはもはや因縁をつけておりまして、ウクライナは約束を守らなかった。何の約束なのかもよく分かりませんけども、うん、この協定はもう守らないと。だからまた再び1年前と同じように小麦を人質に、そのロシアから離れていこうとする他の国々にですね、もっとロシアのものを買える、買わないんだったら貨物船は行かせないぞというようなことをやりかねないということになってますので、これから秋冬の物価大変なんですよ。まだまだ世界への影響が、ね、大きく続きそうだなと感じます。はい、プリゴジンさんの反乱はプリゴジンさんだけの問題では決して終わってないという話でございます。はい、ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。